たわわに方を実らせた稲田と作は農作物が平年より多く収穫できること。豊作の年を豊年と言い,い、主に穀物が豊作の場合は満作と表現する場合がある。反対の状況を不作あるいは強作という。豊作は気候変動や土壌の状態が農作物にとって理想とする状態で収穫期までの間推移することにより起こるが、 ある農産物には、気候の推移が理想になっても全ての農産物にとって理想となるわけではないので別の農産物が不作になる場合もあり、その逆も起こりうる。従って都市や地域により、豊作となる農産物が異なる。近年では、ハウス物など気候要素を管理するものも多くなり、そのような農作物においては、ある程度の需給調整が行えるため、 一般的には天候に左右される農作物に限定して、豊作、不作という場合が多い。近世以前の日本などの社会では、農民は収穫した農作物のうち平均的な収量の一定割合を年貢や税として納める必要があったため、豊作は税の比率が下がることと同等で、手取りが増えることであり望ましいことであった。そのため、 豊作にご利益のあるとされる神などへの信仰が発生し、日本では五国豊穣にご利益があるとされる神社が日本各地に多数存在するようになった。同様の村祭りでは神珠神に豊作を感謝する祭りの様子が歌われており、二番の歌詞に法年万作と続けて用いられている。豊作が過ぎた場合は需要に対し供給方となり、 しばしば価格低下を起こす。この現象を豊作貧乏と言い,い、自動車や鉄道での遠隔地への流通が容易になった、近年は豊作は生産者にとって必ずしも喜ばしいことではなくなっている。価格が下がりすぎると流通コストなどを含めると利益が確保できなくなるため、本来なら質の落ちる農作物を使用する加工用原料に回したり、流通させずに廃棄したりすることもある。 もったいないという意見があるがこれにはいくつかの理由がある。一つは、強作対策で多めに農作物を生産する背景があり、もう一つは廃棄せずに販売すると農作物の価格が下落を続け、結局、農家の首を絞めることにつながるからである。近年では2005年に、 玉ねぎが豊作となった北海道北見地方において生産調整のため廃棄を行った例がある。また、2006年は愛知県の厚見半島でキャベツ、大根、白菜が大豊作で出荷価格は半分以下にまで落ち込み生産調整のため廃棄処分が行われた。また、全体的には2006年は他にも玉ねぎやレタスも大豊作で全体での廃棄量は 約2万2000トンになった。これらの廃棄処分は、主に農業共同組合が農林水産省に届けで緊急需給調整として受理されて行う。協力した大規模農家には交付金が支給される。半分は農家の積立金の取り崩し、半分は税金から補填される。ありがとうございます。